シークエンサイトモのラジトモ。この放送はやっとラジオのタイトルが決まったこのシークエンサイトモがウキウキ気分で、約1時間喋り始める、喋り倒す、ラジオ番組となっております。はい、冒頭から噛んでしまいました、ごめんなさい。決まりました。コメント欄でちょっとお名前の方を忘れてしまったんですが、ラジトモアドナイっていう風に書いてくれてる関西の方かな、それがいいんじゃないかなということで、一旦ラジトモにさせていただきました。もしかしたら変わる変わるしていくかもしれませんが、しばらくはラジトモで行こうかなという風に思っております。本当にたくさんのコメントありがとうございました。再生数こそまあそこそこなんですが、やっぱりコメントがたくさん来てくれてるのが、こちらの無編集ラジオ、並びにラジトモはいいかなと思っております。かなりね、私はこう思いますみたいな感じの意見がたくさん並んでいるので、ああなるほど、こういう考えの人がいるのかっていうのがたくさん見れ取れるので、ちょっと暴言チックにというか、あまりにもね、なんか一方通行な人もいるんで、それはちょっとね、まあ鬱陶しいなというふうに思いますけど、でも何て言うんだろうな、反対意見と誹謗中傷って違うじゃないですか。一緒くたに取られちゃう人も結構いるんだけど、自分の持っている意見と真逆の意見を持っている人がいたとして、どういう意見なんだろうっていうのをディベートディスカッションするみたいなことっていうのは、僕は往々にしてありじゃないかなというふうに思っているので、まあでもそれができない人っていますからね、一定数。自分が思ってることじゃない、自分の考えじゃない意見が来た時点で、もう条件反射的にギャーってなっちゃって、もう相手を罵倒し尽くして、なんかなんて言うんだろう、論理的思考が停止してしまうっていう人って一定数いるので、まあそれはもう、そういう人間たちが一定数いるのかなっていう風な感じで見ておけばいいかなと思います。はい、僕の個人的な意見です。でもやっぱり僕の意見とは違う異なる意見がたくさん並んでいたりとか、それこそコメント欄で会話というかリプを飛ばし合っていて、いろんな意見っていうのを交換してるっていう様子は僕はすごく良きものに感じるので、僕も読んでいて楽しいですし、非常にありがたいです。このままやっぱコメント欄が盛り上がってくれるようなラジオを展開していければいいなというふうに思っております。はい、ということで今週からはですね、まあちょっと趣向を凝らしまして、心霊的なエピソード以外もまあいろいろ入れていこうかなと。まあ心霊的なエピソード今まで喋ってたかっていうと、そんなに喋ってない気もするんだけど第1回の時以外は、時事ネタとかね、そんなようなのも取り入れれたらなというふうに思っております。もしかすると日頃僕の YouTube を見ている人とは違う人たちが見るようになるかもしれないですね。本当にね、面白いんですよ。僕の YouTube チャンネルって見る人たちが動画によって全然異なるんですよ。アナリティクスで見れるので、いろんな年齢層の人にいろいろ楽しんでもらえているんだなと。まあやっぱ全員を楽しませるっていうのはなかなか難しいかもしれないけれども、でもまあせっかくならチャンネル登録してくれてる人たちにどこかで刺さるものが出せるチャンネルにしていきたいなと思っております。その前に今週私が、撮った動きというかね、こんなことしてましたっていうご報告なんですけども、北海道に行ってきました。北コアというイベントに参加させていただいて、すごく楽しかったですね。なんかいつも呼んでいただいてるというか、今回で2回目かな、声かけいただいてて、そのたんびに伺ってるんですけど、北海道本当に好きでね、すごく楽しいところだし、気候もいいし、あとねびっくりするぐらい人が親切なんですよ。これ本当北海道民の方いたらなんでなのか教えてほしいぐらいなんですけど、なんかねめちゃくちゃ接客丁寧で親切で、人もフレンドリーな人が多いというか、あんまね嫌味な人みたいのを見たことがないんですよ。なんかすごい国民性だなというふうに思っていて、 でかいとはいえやっぱり本土とちょっと隔絶されてるじゃないですか。中国とかね、四国とか北海道とかって、でその別文化の中で育っていって、なんかちょっと根っこにある思考みたいのが違ってるのかなって思うぐらいすごく素晴らしい、国民性の場所で、なんか行くたんびびっくりするんですよね。なんでこんな親切なんだろうと。
うん、でまあちょっとね分かるようになってくるんですよ。僕も何回か北海道行ってるので、なんか お話ししてると、あ、この人北海道の人じゃないだろうなと思うと、やっぱり他の他府県から、足を運んでそのイベントに参加しているんですよっていう方だったりとかするので、あ、なるほどねと。じゃあやっぱり北海道の人は、北海道生まれ北海道育ちっていう人たちは結構親切な人が多いのだなというふうな印象を僕は持ちました。どういう文化なんでしょうね。なんかどうなんだろう、オーラかなのかな。どうしてもさ、土地がすごく広い分、なんかね、その なんて言うんだろうな、距離感というか規模感がちょっと違ってて、例えばで言うと、じゃらんとかそういうマップ、なんか旅行マップみたいのを見て、空いた時間にどっか行こうかなというふうに思ってチラッチラッと覗いていると、おすすめ、あのすぐに気軽に行けるよっていうところが車で1時間半とかって書いてあるんですよ。1時間半って結構あるけどなと、思っちゃうんですけど、でもなんかね、何日かいるとちょっとそのスタンス慣れてくるんですよ。なんか車で 1,2 時間ぐらいブーンと走ってれば着いちゃうわ、近いわみたいな感覚って、確かになんとなく慣れてはくるんですよね。住んじゃうと、住んではいないけど、なんか何日か滞在すると慣れてくるんだけど、でこのちょっとコンビニ行くとか、ちょっと映画見に行こうとか、まあどこどこ行こう、何々しに行こうみたいな時の、規模感、距離感がおおらかになっていくのかもね。距離に対して気持ちもおおらかになっていくのかもしれなくって、もちろん札幌都心部に住んでいる人たちはさ、なんて言うんだろうな、ある程度近くに何でもあるっていう状態だと思うんだけれども、やっぱり北海道に住んでいる中でさ、家賃がすごく高い都市部っていうよりは、少し離れたところに戸建てを買って、家族で住もうとか夫婦で住もうみたいな風な人たちが結構多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。そうなってくると、どうしてもやっぱりその距離感、規模感みたいなものに心の距離感も、相対的にバッと合わさっていって、全体的にゆとりを持った精神でいられるから、人に親切に優しくなれるのかなというふうな勝手な憶測は立ててるんですけれどもね。うん、それがやっぱいいよね。なんかその真逆じゃん、東京と。そのせかせかしてるところと全然真逆な感じじゃないですか。とにかく駅地下で、その駅もとにかく都心部とか便利な利便性の高いところに近いところがみんな好きで、でそれに応じて家賃が高くって、でもなんか家賃マウントとかあって、家賃が高いところに住んでる方がすごいんだぜみたいな感じのマウントとかもあって、なんかそういったものっていうのが、その考え方、思考の仕方として逆なのかなというふうになんとなく感じました。うん、だって積雪の量だって半端じゃないじゃないですか。とにかく本当にとんでもない量積雪が積もって、もう本当に なんて言うんだろう、ある程度の雪解けを待たないとどこにも行けないぜぐらい積もったりするので、あれもね、まあ、ある程度の除雪車の処理が待てるとか、いわゆるせかせかした精神じゃない状態で住んでないと、いらんないもんね多分。そうね、だからそういう精神を見習っていかないとなというふうに思いましたね、本当に。うん、なんとなくすごいと思いますよ。うん、いやー本当にね、素晴らしい場所でしたよ北海道は。イベントそのものに対してなんですけれども、すごいんです。原田龍二さんと俳優の原田さんが来てくださって、デニコアぶりで、お久しぶりですって言ってお話ししてたら、原田さんのチャンネル人間 TV に、まあ、専属でついている、霊媒師の方、ゴーマ師、コーマ師かな、読み方ゴーマ師かな、おろす魔の師匠の師って書いていう方、安倍さんっていう方がいらしてくれたんですけど、安倍さんがね、とんでもない霊能者でしたよ。まあ、後日打ち上げの映像を、YouTube でアップできるかなと、ちょっと先になっちゃうんですけどね、アップできるかなと思うので、そちらを楽しみにしていてほしいんですが、とんでもない方でしたね。まあ、あんな人いるんだと。僕人生ですごい霊能者って本当に数える程度、片手で数え、余裕で数えれる程度しか会ったことないんですけど、うん、そのもう僕の人生の中のその中に入る人でした。すごいなこの人と。
で実際ねとんでもないことがイベントで起こったんですよ。まだ配信見れるんじゃないかな、どっか頑張れば。あのツイッターとかで URL とか僕リツイートしてるんで、そういうのをあさってくれれば見れると思うんですけど、本当にねとんでもないこと起きたんですよ。まあ僕があるお札を持って行って、その写真をバンって見せたんですね、でその時は何も起きなかったんですけど、安倍さんが、このお札見て気分悪い方いらっしゃると思うんですけど、手挙げてくださいねっていう風に言ったんですよ。そしたら手は上がんなかったのですが、明らかに過呼吸になっている女性がいて、なんなら涙流してるんですよ。つまり手を挙げれるどころじゃないっていう人が現れて、大丈夫かよっていう風に思って、みんなで、でもねライブはそのね中断するわけいかないですから、 なんとなくその楽しい感じで継続しなきゃ、でもみんなそっちがもう気がかりで心配でってなっちゃってる時に、その人の近くにバーッと安倍さんが行って、なんと、まあ、間を払ってくれるというか沈めてくれて大丈夫になったんですよ。すごいなあの人というふうに思いましたね。本当にびっくりしました。でなんともないような感じになって、涙も呼吸も整ってライブを継続できましたというふうになって、うわーなんかお祓いできるのってね、僕お祓いできないですからかっこいいなというふうに思いましたね。なんか見てて素敵って思いました。僕が霊能女子だったら惚れてるんじゃないかな。いやそれぐらいすごいなというふうに思いましたね。はい、なんかねもうほんとああいうの見てると尊敬するばっかりですよね。もうなんかいいな、かっこいいなと、もう本当に繰り返しになりますか思いました。というね、まあ本当に素晴らしいものを見させていただき、まあなおかつ僕ら階段も結構怖い階段が、軒並み整って出たりとかして、下駄さんとかね、階段最強戦優勝した下駄さんとか、僕とか翔平さんとかいろんな人がもう階段で喋った話とか、新田さんの YouTube の体験だったりとか、そういうものっていうのがたくさん見ることができたので、非常に面白いライブでございました。はい、ぜひぜひ見てみてください。面白かったです。ということで、今週のなんかトピックスみたいのを取り上げてみたいなというふうに思うのですが、これがね面白いですね。久しぶりに流行り病の話になりますけれども、体育や登下校時脱マスクを徹底、熱中症予防で文科省が通知をということで、文科省さんが、各学校とか市町村とかに、学校の登下校時はマスクを外すようにっていう風なことで、熱中症を予防してくださいねっていうことを呼びかけてるんですよね。はい、ね、これはもう本当に面白いですね。なんか冒頭話した通り、真逆の意見っていうものにはもうなんか劣化のごとく起こるっていうシステムの人っていますけど、まさにこの流行り病でそれがすごく如実に出てきましたよね。でこの流行り病がね、わかんないけれども表面上の数字だけ見たら全然落ち着いてないですよね。日になんか東京都で千何百人とか出てて、で相変わらず二類感染症のままで、でもう本当になったらとんでもないことになるんだっていうことは、なんかそのなんていうの、文面上変わらずで、いやもう未だに危険ですよっていう扱いにはなっているんですよね。にもかかわらず、外国人はどんどん入ってくる、でマスクは外しましょう登下校時はってね言ってるんだけど、子供なんか一人で帰んないじゃないですか。友達とウェーイつって帰る、登下校時外すってことですよね。そしたらまあ それはじゃあなんで学校ではしてるんだみたいな感じになってくるし、うん、なんか言ってることとやってることが随分ちぐはぐになってきているんじゃないかなというふうには思いますね。何をもってして、何をどうしたいのかっていうのがよく分かんなくなってくる。でこの何をどうしたいのか分かんないっていうのは、いわゆるその事実関係として並べてるとよくわかんないって感じですね。もう要は大いなる矛盾っていうのがたくさん生じている状態でやりくりされているのが最近のこの流行り病事情じゃないですか。でこれは例えばですけれども、外国ではもう
世の中は正常化してるんですよとか、いやいや日本は関係ないですよとか、そういう話じゃなくて、その表面上の事実的なものだけ見てて大いなる矛盾がたくさん生じているっていう現状、すなわちこれは何が読み取れるのかというと、初めから政治パフォーマンスだったっていうことはもう事実だと思います。例えばなんですけれども、まあその流行り病にならないようにしようよっていうようなことだったりとか、なんか気をつけようよってことだったりとか、そういうスタンスっていうものを第一優先として、なんて言うんだろうな、綺麗事で言えば命の重みっていうものを第一優先として考えて世の中を動かしていきましょうよっていうことだとしたら、今やっている行為っていうのは間違い極まりないわけですよね。ねってことじゃないですか。だって変わってないんですもん、文面上。発生した当時と同じぐらい凶悪なウイルスで病気 で発症したらやばいですよっていう位置づけのままにされていて、で日の何人かかってるかみたいなのもね、まあ、本当は陽性者数なんだけど、日に何人かかってるかも未だになんか戦時中の警報みたいな感じでビー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 鳴らすようにしてて、起きている事象としては文面上変わってないわけなのに、なんだか別のことをね、なんか解除しよう解除しようとしていく。だってそのかかったらさ、人がバッタバッタと倒れ死んでいくようなものなのだとしたらさ、熱中症よりやばくないですか？なんかと思うんですけどね。なんかそもそもマスクが効果あるのかっていう問題もあるけど、でもね、かかったら人がバッタバッタと倒れ、そして死に絶えていくものなんだとしたら、ねえ、熱中症より気をつけないといけないんじゃないかなという気もするんだけどね、どういうことなんでしょうね。そういう矛盾みたいのがたくさん生じているのは、明らかに政治的な意図があるからじゃないですか。具体的に言うと、まあ、広く浅く支持を得るためになんでもないような感じ、要はもう当たり障りなく人に支持だけ得られるような感じっていうのをパフォーマンスとして見せておくっていうのが大事なのであって、根本的に解決したりとか、その流行り病というものに対して向き合っていこうっていう姿勢というのはそもそもないんじゃないか疑惑っていうのが結構ありますよね。でこれは別にこの流行り病に対してっていうことではなくって、これを通すことによって政治という仕組み全体がやはり見えてくるのではないかなというふうに思いました。例えばなんですけれども、そもそものところに立ち返ると、これはまあ病原菌の問題なので、ウイルスとかね、そういうもの、病原菌に対しての問題になってくるので、人の生き死にがかかっているわけですよね。でもちろん金銭的なところも人の生き死にが関わってくるわけなんですけれども、例えばなんですけれども、お金っていうものっていうのは、そうだな、よほど 大事なことがない限りは、まあアルバイトをして、一応明日食う飯のお金ぐらいなものっていうのは稼げる可能性もあるし、よっぽどのことになったら生活保護っていうのを訴えるっていうことが、まあ解決策として一応は存在しているっていう体のもとにありますけど、でもこの病原菌っていうのはさ、かかったら死んじゃうっていうことだとしたら、それはもう回避しようがないことじゃないですか。 いわゆる第一優先事項ですよね。で第一優先事項も国が全員手を取り合って解決しなきゃいけない第一優先事項であるにもかかわらず、それが結果論として見えてくるのは、あ、政治パフォーマンスとして使われるんだと。要は人類が最も手を取り合うべき第一優先事項すら政治パフォーマンスとして使われるのだという事実が分かったことって、これめちゃくちゃ儲けもんだと思うんですよね。なんかぐじぐじ文句を言っても仕方ない気もするので、これめちゃくちゃ儲けもんだと思うんですよ。要は、第一優先事項、人の生き死にがかかっている第一優先事項ですら政治パフォーマンスとして使われるのだとしたら、その他の事象っていうのは全てパフォーマンスとして動くっていうふうに考えれば、ある程度未来を予見して自分でなんか準備することってできるようになってくると思うんですよね。うん、この間ワイドナショーで松本人志さんが言ってて、
なんかすごいなと思ったのが、あの4000何百万の振り込みのことをずっとテレビで垂れ流してるけれども、それよりもその流行り病の助成金として、作られた何兆円というお金が宙に浮いていて、どこに使われていてどうなったか分かんないっていう問題の本が、これは俺たちの税金が何兆円と宙に浮いてどっかに行っちゃったっていう事実の方が絶対に取り上げられるべきなのに、なんでこれが取り上げられないんだっておっしゃってくださってて、すげえと思ったんですけど、それ以降誰も拾わないし、どのニュースメディアでも取り上げられないっていうのが、すごいなというふうに思いましたね。なんかその怖いな世の中ってっていうふうに思いましたけど、でもまあトータルで見て世の中っていうのはこういうものなんだっていうのが、この流行り病によって分かりましたよね。全てはパフォーマンスなんだと。人が人のことを思い行っていることっていうのは社会構造というものの中ではないのだと。要は性善説で考えることっていうのは間違いなんだっていうふうなことが分かったわけですよね。自分たちが手を取り合う、ご近所の人、まあ、ご家族、カップルとかね、子供とか親とかと、信頼し合って性善説として手を取り合って生きていくのはすごくいいことだと思うし、そこに裏切りとかすれ違いがあったとしても憎しみを抱かないで、ああまあそんなこともあるよなって受け入れながら生きていくっていうのは僕は素晴らしいことだと思いますけど、世の中全体に性善説をか、垣間見て考えるという行為そのものは間違っているんだっていうのが大きく分かったのが、今回の出来事ですよね。はい、繰り返しになりますが、第一優先事項、無条件に人の生き死にが関わってしまう第一優先事項ですら利権を持っている人たちの政治パフォーマンスに使われてしまうのだというこの事実が分かって しまったことが、なんて言うんだろうな、全てのことがパフォーマンスに使われてるっていうのと、僕はねイコールで考えていいと思うんですよ。うん、で結構さ、政治ってめんどくさいじゃないですか、仕組みが。めんどくさいっていうか、僕らに分かりづらいように作られてますよね、わざと。で、そこに対してやっぱり興味関心を持つのって日頃仕事してて忙しいしきついからあんまり持てないじゃないですか。そんなに興味持つのって無理だよっていう風になっちゃうんだけど、こういうやっぱり第一優先事項、もう生き死にがかかっていることになると、さすがに僕らも多少興味持ちますよね。あ、今こうなってるんだとか、大変だなとか、あ、アメリカはこうなんだ、フランスはこうなんだ、日本はどうなんだろう、あ、日本はこういう政策を取っているのかっていうふうに多少興味持つじゃないですか。で、その興味を持つということそのもののトリガーになってくれたのがすごく大事だと思っていて、あの興味ないものっていう何かが世の中を動かしてるのってすげえ怖くないですか。例えばなんだけど、自分が全く知らない映画とかアニメとか漫画が世の中全体を動かしているとして、そのアニメに全く興味がないってなると、ちょっと恐怖を抱くじゃないですか。俺は全く興味ないし知らないものだけど、結局あの漫画が全部を動かしてるんだよなってなるのって、なんか怖いと思うんですよね。うわーってなると思うんですけど、でも興味関心を持ってるとある程度予測がつくじゃないですか。例えばそうだな、この間も話に出したあれですけど、例えば男の子が大好きワンピース、ワンピースっていうのは、一つなぎの大秘宝ワンピースというものを取りに麦わらの一味が大冒険を繰り広げていくという物語ですが、果たしてこのワンピースというものは一体何なのか。これは物語が始まってから今に至るまでずっと、なんて言うんだろうな、騒がれているというか、みんなが噂している、何なんだろうねワンピースってって言っているところですけれども、これを考えることは好きであれば好きであるほどできるじゃないですか。漫画を読み返していて、アニメを何度も見ていて、あ、こういう漫画なんだ、こういう文脈なんだ、あ、こういう感情で動いてるんだこの漫画はってなってくると、最終的には何があるんだろうっていうのとかって、ある程度正確な情報に近い予想ができたりすることもあるじゃないですか。なので、そういう、好きだからこそ正確な予想ができるっ
っていう風なものっていうのはどのジャンルでも当てはまってくると思うんですよね。例えばですけど、にわかの嵐ファンがさ、嵐活動休止ってなると、ふざけんな、私の好きな嵐がなんで活動やめるんだ、だけど嵐を本当によく理解してる人だったら、しょうがないよね、〇〇さん疲れてたもんね、嵐としての活動は一旦休憩して、ちょっとみんなで充電期間とか設けた方がいいよね、とか、なんかいろんな各所の情報を集めて、その人たちを信頼し、先に進むことができるし、また絶望することもできますよね。なので知っておくことってすごく大事だと思っていて、そういう意味ではこの流行り病が生まれたことによって、我々が、政治というものに関心を持つことができたっていうのがまず第一優先。そして政治の仕組み、やはり世の中というのは全てがパフォーマンスの下で動いているんだ、その決定権があるのが政治なんだと、その政治という決定権は、利権を持っている人たちの思惑の方向に動くものなんだというふうなことっていうのが理解できました。じゃあこれからどういうふうに動いていくんだろうっていうのは予想しやすくなったと思うんですよね。例えばですけれども、その政治的なものっていうのの動きで考えると、まあ次の選挙、参院選みたいなのが終わって、それが終われば3年間盤石の地位が築けるよ、世論っていうものをある程度まあ気にせずに、本来こうした方がいいよね、こうやった方が動きやすいよね、外交もしやすいよねっていうふうなことを考えると、まあ次の参院選が終わったぐらいの段階で、おそらくは世の中を大きく正常化させていくのではないかなっていうこととか、まあ簡単な事実みたいなのが、そういうことがよく分かっていくわけですよ。僕の後輩芸人でめちゃめちゃ選挙に詳しいやつがいるんですけど、一人、一期後輩でいるんですけど、もうそれこそ政治ネタとかを自分たちの漫才のネタにずっと入れてるやつなんですけど、そいつがね、もう1月の段階で言ってましたよ。この流行り病を、いわゆる2類から5類に下げるっていう問題、この5に下げますよっていう問題とかって、いつぐらいになるのって言うと、ああ7月です、7月か8月ですよ、選挙終わりますからっつって、それが終わったら下がりますよっていう風に言っててまああの当時はさ、本当かよとか、なんか半笑いで半分本気で聞いてたけど、もうここに来て、あマジでそうなるんだなっていうのが、うん、なんかあすごいなと、やっぱ選挙理解してるっていうか、政治を理解してるっていう、世の中の先を考えるのって結構できるもんなんだなと。変な話ですけど、芸人になってるくらいだから、そんなにすごい額があるわけでもないと思うんですよ、多分ね、あったらごめんよだけど、じゃないかなというふうな前提の上で考えて、そこまでのことっていうのが分かるっていうそいつすごいなと思いましたね。うん、だから なんかあ見えてきたりするもんなんだなと、そんなに難しく考えなくても。でそれを予見すると何ができるかっていうと、自分の大事な人を守れますよね。身近なところでさ、例えばだけど家族を食わしていかなきゃいけないんだとか、逆もありますよね。パートナーが大事な時、女性が、働いて、子供を養っていかなきゃいけないんだとか、旦那を一時的にも支えてあげなきゃいけないんだとか、いろんな状態があると思いますけれども、例えば親の面倒を見なきゃいけないんだとかね、そういう時に、単純に性善説で世の中全体を捉えてしまうと、なんでこんな悪い方向にばっかり行くんだ、絶望だっていう風なことで、もう本当に人生全体に絶望しか待っていない気がするのですが、ある程度予見ができていると、どういう風に動けばいいかってわかるじゃないですか。例えばですけれども、じゃあバイト感覚で考えてみましょう。バイト感覚で考えると、あこれはこれから世の中全体はこういう、基本的には家で仕事しましょうとか、あまり人と触れ合わないようにしましょうっていう段階で、先に進んでいくんだなってなってくると、例えばデリバリーのサービスっていうのは多分すっごい人気だと思うんですよ。てか人気だったんですよ。そのこれは僕事実として知ってるんですけど、この流行り病の始まりの時期、僕はまだバイトを辞めてすぐぐらいだったので、バイト先の子たちの話をたまに聞いてたんですけど、その話を聞いている限り、とてつもない忙しさだったらしいです。うん、でもう本当に人が何人いても足りないぐらい忙しくて、もうみんな家から出なくなってしまったそうなんですよね。で家から出なくなってしまった、じゃあ次はどういう
状況で緩和されるのかなって言って緩和されるっていう風な状態で次じゃあ何が儲かるのかなとかっていう風に考えると、基本的には人は外に出たいというフラストレーションを解放しようとしていくけどまだまだ怖いからある程度対策とかがしっかり取れたところっていうのにみんな行くよねっていうのを行い始めるだろうな。じゃあ対策しやすい業態ってどこなんだろうなとか、そういうものっていうのが見えてくるので、ある程度安心が担保される、働けるんだっていう安心が担保されるところを先手取っていくことっていう風なのはできるようになってくるじゃないですか。で、今のバイトで例えましたけど、例えばどの業態でもある程度そういうことになってくると思うんですよ。なんか例えば有名なのだとさ、あの餃子事件あったじゃないですか。ホリエモンさんがあの餃子屋さんに並んでたら、なんか並んでる時にマスクしてなかったら店主が出てきて、マスクしろこの野郎ってバーって言って、あれてめえ見たことあるぞ、俺お前大嫌いなんだよって追い返されてしまったと。でそれに対してパッて言ったら、ホリエモンさんが言ったらなんか炎上してしまって、でどちらもが炎上しちゃったんですよね。堀江さんも炎上しちゃったし、その餃子屋さん側もお前ふざけんなジジイっつっていろんなお客さんが来ちゃっててんやわんやしてしまったと。でそこでなんかひろゆきさんだっけなが、みんな家から出たくないんだし冷凍の餃子にしてパックで売っちゃうのが一番いいんじゃないっつったら、それがもう大流行りして、でだドカンと大儲けできたっていうね。もう今じゃ超潤沢な資金が手元にあるぐらい大儲けできたらしいんですよ。でそれぐらい冷凍餃子が流行ってっていう。だからちょっと先読みができる人たちっていうのは、多分こういう風なビジネス思考で生きているから、まあ、楽に生き抜くことがどんな状況下でもできるのだろうなっていう風に思うんですね。なんかよくさ僕思うんだけど、あの一流企業の代表取締役、代表取締役ではないか、なんか株主とかさ、まあ、起業家の人たちがさ、一気になんか世の中の景気が悪くなってとか周りに裏切られて転落していく人生みたいなものってよくあるじゃないですか。で漫画とかで、でそれで悔い改めてみたいなことってあるんだけど、僕ねあれはねありえないと思ってて、っていうのが、あの起業したりとか実業家の人とか投資家の人たちって 鬼借金あるんですよ。そもそもベースとして恐ろしいぐらいの借金とかがあったりするんだけど、それを一撃で返せるぐらいのことっていうのを違うところでやったりとかしてて、要は僕らとは違う感覚のマネーゲームをやっているので、一旦会社が全部ドンってオールリセットされてしまったとしても信用の担保っていうのをもう持ってるわけなんですよ。要は僕らとは違ってある程度会社をでかくした実績のある人だっていう信用の担保があるから、お金もまた融資してくれる、すなわち借金をできるんですよね。僕らって借金って悪いものだと思ってるじゃないですか。でこれは僕も思ってるところが結構あるし、まあ、貧乏症だからあるけれども、借金って普通の人ってたかだか知れた額しかできないんですよ。うん万うん十万とか、まあいけて数百万ぐらいの借金の金額しか貸してもらえないんですよね。それは信用の担保がないから。だけど信用の担保がある人たちっていうのはそこを借り入れすることができるし、それで新しくでかい金を作ることができるから、ぐる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 回すことができるんですよね。だからあれってありえないんですよ。でその人たちがどういう思考で生きてるんだろうっていうのは、例えばなんだけど、僕はぶっちゃけそういう人たちってある種の才能はあると思います。才能を持ってて、で、その才能を生かす場っていうのがそこだったから、綺麗にその才能と場所と努力っていうのが全部一致したから、うまいことマネーゲームみたいなことができてるのではないかなというふうに思いますが、仮にね僕みたいにそういう才能がなかったりとか、いっぱいいると思うんですよ。脱落者だったり失敗しちゃった人たちだったり、そもそも挑戦できるようなスペックないよ私っていう人もいると思うんですけど、そういう人たちもその人たちが持っている精神的な安心の担保っていうのは真似できると思うんですよね。どういうことかっていうと、例えばこの流行り病、誰も予期していなかった流行り病がドンと来ましたっていう風になった時に、その人たちが不安で不安で夜も眠れなくなってギャーってなったかっていうと、絶対なってないと思うんですよ。お、こういうの来るんだ、じゃあ次世の中こうなるな、それはそしたらこういうのが儲かるな、じゃあ今度こっちを作ってみようかなとか、こっちで儲けてみようかな、そういうものに多分すぐにね気持ちをシフトチェンジしてやり始めると思うんですよね。でそのマインドっていうのは僕らみたいな人間でもトレースできるんじゃないかなというふうに思っていて、でそれをトレースしていろいろ考えていった結果、じゃあこういうふうに動いてみようとか、精神的に安定したいじゃないですか僕らって。安心できるためには働き続けられるような状態を整えておきたいな、じゃあこういうふうな感じで
で働いていこうっていう風なものっていうのをシフトしていくっていう風なことをやれるようになれば、結構人生はそんなに精神的にストレス抱えずにいけるのではないかなというふうに思います。やっぱり今必要なのは信頼の担保だと思うのでね。でその信頼の担保を勝ち取るっていう動作をするためには、世の中を先読みしなければいけない。先読みするためには政治および社会のロジックを知っておかなければいけない。じゃあその社会のロジックは今回の流行り病で知ることができた、全ては政治パフォーマンスであると。パフォーマンスの中で我々はどういうふうに波に乗って生きていくかっていうことを考えて、それに合わせてやっていかなければいけないのだと、ではその合わせた感じで予見して、もう我々は分かったから予見して動くようにしていけば、そんなに精神的に不安を抱えずに生きていくことはできるのではないかなと思います。それでもね、やっぱり予期せぬというか怖い出来事って起こるんだけれども、極力不安を減らしてね、精神的な安らぎを得ながらみんなが生きていけるといいなと思って、なんかこういうマイナスに一見見えることっていうのもちょっとプラスに考えとこうよっていう風なお話でした。はい、もちろんね、そのもっとロジックを言えば、政治的なパフォーマンスっていうのはどっちで動くんだっていうと、やっぱり世論に合わせて動くところもあるんですけれども、ただ世の中全体の考えを変えていこう、革命を起こそうみたいのってめっちゃ大変だと思うし、でなんかね、結局ところ なんかね僕すごい嫌だなって思う。またツイッターの話になっちゃってごめんなさい。なんかすごく嫌だなと思ったのが、そのワイドなショーで、ワイドなショーってよくツイッターで取り上げられるじゃないですか、トピックスとして。松本さんとかいろんな芸人さんとか、いわゆる著名人の方ですよね、その人たちが声を上げ始めたわけですよ、今年の初めぐらいに、いわゆるこの流行り病について、今の策ってどうなのと。お金もどこに行ってんだか分かんないし、対策はとても二類感染症に値しているとも思えないし、今のこの対策ってどういう状態なのって、矛盾が多すぎないかいっていうようなことを口にしたんですよ。でそれに対して同じ意見の人たちって喜ぶべきじゃないですか。あ、言ってくれたぞ松本さんが、やったっていう風な感じになるべきなのに、遅いよね言うのが。今更言われてもね、2年前に言ってほしかったわ。そういうリプランがすっごく多かったんですよ。めちゃめちゃ並んでたんですね。でいやちょっとあなたたち自分の世界で行き過ぎてないかいっていう風に思っちゃって、僕も人のことは言えないんですけどね、でもちょっと思っちゃったんです。それはなんでかっていうと、どう頑張ってもあなたたちは松本人志にはなれないでしょと。僕がひっくり返って、もう天地がひっくり返っても僕は松本さんにはなれないし、世の中の人間全員があの人にはなれないわけなんですよ。でなれないっていうのは具体的にどういうことかっていうと、あれだけ巨大な影響力を持つ天才になることって無理じゃないですか。もう特に時代も時代だし、デビッド・ボーイさんがね、3、40年前のインタビューで言ってたけど、ネットというものが普及するとファンと芸能人との距離感っていうのが近くなってしまうから、僕らみたいなスターっていうのはもう二度と生まれないよっていうのをインターネットの一番最初の頃に答えてたんですよね、インタビューで。で本当にその通りになってきてて、やっぱりどんなに人気者だって言っても、結局そのジャンルが好きな人たちにとってのスターであるだけであって、世の中全体のスターっていうのはもういないじゃないですか、ぶっちゃけ。あんまり生まれてないですよね。あれは誰でも知ってるよっていう、ものとか人とかって、もう世の中全体が知ってることってマジでないと思うんですよ。例えば今大人気のアニメの何かがツイートされれば、うん万いいねとか10万いいねとかされる。今大人気のお笑い芸人がなんかつぶやいたりとかしたら、まあうん万10万いいねぐらいされるかもしれないですよ。とかミュージシャンとか俳優さんとかね、されるだろうけど、それはそのジャンルが好きな人たちの中でめっちゃ有名っていうことだって、世の中全体に対してのもうスーパースター性みたいなのを持ってるわけじゃないわけじゃないですか。もうそういう時代なんですよね。それはもう受け入れていかないといけないし、でその全国的なスターっていう天才、もう同じ才能を持つ人が
また現れたとしてももうこうはなれないだろうという天才が自分たちと同じ意見になってくれてるんですよ。それって文句言ってないで喜ぶべきことじゃないですか。いわゆる世の中を大きく変えるっていうのは、個々人にはなかなか難しいわけですよ。一人じゃ無理だし、少しずつ増やしていってムーブメントにしていって、なんとなく全体の考えっていうのをそっちに持っていかなければいけないっていうふうなことなんだけれども、それを自分の鶴の一声で変えてしまうことができるのが天才とかスターなわけじゃないですか。で、その人が自分たちと同じ側に立ってくれたとするならば、ものすごく喜ぶべきことだと思うし、ありがとう、これで世の中の動きが少しでも変わってくれればいいな、毎日毎日息苦しい思いをして、友達の顔なんて、今入学してから一回も見たことがないっていううちの息子の学校生活が変わるといいな、友達と楽しく給食が食べれるといいな、友達と楽しくカラオケ行ったりとか遊びに行けるような世の中、誰々ちゃんち誰々さんちに遊びに行ったりとか、いろんなところを行き来して相手の顔を見て笑い合って、ちゃんと脳みそが発達していく、なんていうんだろう、大きく育つような、もうなんていうんだろう、いろんな刺激っていうのを受けて健やかに育てるような環境に早く戻る一歩に、この人が言ってくれたら大きく近づくだろうな、嬉しいっていう風になればいいじゃないですか。遅いよね、2年前に言うべきだよね、今更何言ってんのってどういうじゃあもうあれなのか、じゃあ自分一人で一生言ってたいだけなのかって話じゃないですか。俺はこう思うんだ、こうだこうだこうだって自分一人の中でずっとぐる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 同じこと言ってたいだけなのか、だったら自分の中でそう言ってたいだけなのだとしたら、広くいろんな人に見てもらわなくてもいいんだから、ツイッターなんか使うなよっていう矛盾も出てくるし、ツイッターを使ってつぶやいて誰かに自分の意見を聞いてほしいっていうことは、悪く言えば自分の意見の正当性みたいなものを認めてほしいっていう風な感じでもあるし、でもそれがね本当に正しい意見なのだとしたら、社会的大きな影響力を持っている人が味方についてくれることってめちゃくちゃ嬉しいことじゃないですか。それをなんかね、ぐちぐち何でも文句言ってしまったりとか、遅いよねとかって言っちゃうの、素直に喜べない精神ってクソだなっていう風に正直僕は思いました。なんかねえ、どの業界にもいますよ、自分がなれない存在っていうのは。でもその人たちを認め合ってさ、で手を取り合ってさ、分かち合って生きていくっていうことが人間の初歩的なことだし、変な話なんですけれども、国民的なスターにすら、スターが自分と同じ意見になった時ですら噛みついてしまうあなたには誰も賛同しないし、誰も振り向かないし、あなたの意見なんかそもそも聞こうとなんか誰もしませんよっていうことだと思うんですよね。だからそれが反対意見だったとしても、やっぱり相手の言葉を受け入れていくとか、相手の人間性を受け入れていくっていうことが人間社会が発展する第一の基礎になってくるのではないかなというふうに思います。そう考えてくると、やっぱりスピリチュアルな部門って敬遠されがちだけど大事なことでもあるんだろうなと思いましたね。あの世とかそういう概念みたいなものとか、霊魂とかそういう概念って、もうちょっとフューチャーされるべきなのかもしれないなというふうにも思いましたね。なんで心が安らかになるようなトレースの仕方っていうのはみんなでやっていくようにしておかないと、しんどいしんどい言っててもね、なかなか人って別に自分のこと助けてくれないので、まあでもね、面白いもんなんですよ。なんか僕はなんかこの間トリオの YouTube で喋ったんですけど、実家が全焼してるんですよね、もともと。でその実家全焼したっていうようなことは、まあ笑い話になってるエピソードなんですけど、ここからがあんまり笑い話にならないことなんですけど、まあ特に誰も助けてくれなかったわけですよなんかただ見物来て、いやーね、怖いわねって、その丸焦げの家をただジロジロ見に来るおばちゃんたちとか、なんならなんか今でも覚えてるけどね、どっかの外国人の、日本に住む在日の外国人カップルみたいなのが、そのニヤニヤヘラヘラ笑って、
ウェイってやってやめてもらえますって言ったらんだよみたいな感じでこっちに絡んできたりとか、そんな人間図っていうのを僕は見てるわけなんですよ。なので、あ、人っていうのは助けてくれるもんじゃないし、自分の馬力で生きていかないと世の中っていうのはどうにもなんないんだなっていうふうになんとなくそこで僕は思ってるわけなんですよね、そもそも論として、だから誰かに助けを求めるという行為は愚行なのだというふうに自分の中で思ってしまったんですよ、その時ね。で、それまでの生い立ちも、まあもちろん自分一人で生きてこなかったし、両親にはすごく感謝してるけれども、でもこれからそのね、家が燃えた当時23歳だったんで、これから先の人生はより一層自分一人の力で生きていかなければならないのだなというふうに思いまして、だからそういうマインドがすごく強いんですよね。だから YouTube もやっぱりどうしても一人で始めようという気になっちゃったし、一人で編集もしよう、アップもしよう、全部一人でやろうというふうに認識でいるんですよ。で、コラボは自分が向こうに出て向こうもこっちに出てくれるっていう関係性というか、そういう状態の間柄の時だけコラボしようと、なんかお金払って、なんて言うんだろうな、大人気の人に出てくださいよって交渉することもしないし、なんだったら向こうがこれだけお金払うんで出てくださいよっていう風なものも基本的には受けてないです、じゃあ僕の方にも出てもらえますかっていう風なことでウィンウィンな関係でやっていこう、あくまで一人のコンテンツとしてやっていこうという風な心情のもとやってるわけなんですよね。というのはもう人というのは最終的にやっぱそういうものだと思ってるので、僕は頭の中で。でもそういう腹をくくって一人でやっていこうというマインドをすごく強めてからの方が助けてもらえるようになったんですよね。思い返すと、自分の力で自分で何とかしよう、自分で全部自立させていこう、もう誰かに頼る、助けてよとか、例えばだけどお金貸してよとか、辛いんです、なんか手を貸してくださいとか、誰々さんが困ってますよとか、そういう偽善たらしいこととか、自己中なのにあなたのことを思ってますみたいなこととかっていうのを一切言わないようにして、もう自分一人で全部完結させようというふうに思って、もうおのマンパワーで俺の幸せと俺が幸せにしたい人の幸せを全部叶えてやるっていう、生き方に変えようってなった瞬間からの方が周りが助けに来てくれるし支えてくれるようになったんですよ。これはあくまで僕の経験談ですけど、今までこんなに人に支えられたことなかったし、手を差し伸べてくれることもなかったので、なんとなく僕の人生観が、かといって助けてって人に頼るような人間性には二度となんないと思いますけど、僕は。二度とっていうか人生であんまなったことない気がするけど、まあ、なんない気がしますけど僕は。でも、やはりどう生きるかって大事なんだなと。やはり周りは見ているもんなんだなというふうに感じました。なんか自分っていうのはこんなに思われていたのかとか、なんかこんなにね、なんか支えてくれる人がいて、大事にしてくれる人がいて、こんなにもたくさんの人たちが手を差し伸べてくれるのかっていう風なのは、やっぱり自分が腹をくくって頑張った先の結果として待っているんだなという風に思ったし、だとしたらここで気を緩めてみんなで仲良くいやいややってこうぜっていうんじゃなくて、もっと頑張って、もっと頑張って、もっとやり抜いていった方がなんとなく変わるんじゃね、俺の人生っていう風な着地ができたんですよね。なので、まあもちろん自分に見合った場所っていうのを見つけることができたとか、いろんな理由はあると思うんですけれども、でも僕はある意味でこういう感覚がすごく幸せでした。なので、初めから頼ろう、助けてっていう精神になんない方が意外と人は助けてくれるのかもしれないですね。はい、最後に何の話だったんだろうね。まあ僕は個人的にはそう思いました。まあ人って捨てたもんじゃないし、ありがたいものだし、もちろんこうやって見てくださってる人たちがいるから僕は飯が食えているわけだっていうところはあるけれども、でもそれに対してより面白いもの、より楽しんでもらえるものを作らなければっていう発想に至るには、まず自分自身が頑張んないといけないんだなって。こういう数値化って面白いですよね。だって、面白くないものを作ったら再生されないわけじゃないですか、いくら登録者がいたとしても。でも面白いものを作っていけば再生されるだろうしっていうところを考えると、やっぱり人間関係っていうのは簡単なものではないけれども、でも
より良いものを作れば結果というのは返ってくるし、そこの期待を裏切らないために努力していればいつの間にか味方や支えてくれる人が増えているし、それを全部度外視して私は不幸だ最悪なんだっていうふうなことを嘆いてどうしようもなくって発想の転換もしなくって助けての状態でいると誰もあなたのことは助けてくれないし俺のことも助けてくれないのだろうなというふうに考えると意外と生き方って簡単に変えられるのかもしれないなというふうに思いました。はい、もし誰かの役に立ってくれたら嬉しいです、この発想が。はい、まあね、こんな意見も腹立つ人もいるんでしょうけども、それはもう僕はもうさすがにどうしようもできないので、はい、お好きに言ってください。はい、ということでございました。最後になりますが、書籍がね、まもなく出来上がりそうなんですよ。もうちょっとで発売時期も見えてくるんじゃないかなと思います。なかなか面白い書籍になっていると思います。まあ今までの要素をちょこちょこ、今まで出してきた書籍の要素っていうのをね、散りばめながら、販売できるんじゃないかなというふうに思っているので、ぜひぜひ、皆さんよろしくお願いします。よければ、買ってみてくださいつってもまだ中身もね、紹介してないのにあれなんですけど、中身の紹介は書籍が販売できる時になったら、発表いたします。またニコ生見えすぎ TV の方ぜひぜひ登録よろしくお願いいたします。今のところは僕はメンバーシップとかそういうことをやっていないので、まあその辺が、まあメンバーシップコンテンツ扱いとしてニコ生をやっているのかなというふうな感じなので、アーカイブ全部見れます。キリュウインさんが出てくれた回だったりとか、ヤスーさんと一緒に霊視した回だったり、島田秀平さんが爆弾発言した回だったりとか、アーカイブ全部見れますので、ぜひぜひチャンネル登録してください。コメントの方もお待ちしてます。よろしくお願いいたします。はい、ということでございました。見てくれて本当にありがとうございます。みんな頑張っていきようぜ。そしたらいつでも俺が味方になってやるぜ。またお会いしましょう。バイバイ。